こんにちは、高橋義太です。私は今でも数学を勉強しているのですが、数学の勉強の本来の目的というのは究極の論理学です。あまり数学をやったことがない人からすると、数学というのは計算というふうに思われているかもしれませんが、その計算も論理の一部です。 A ならば B、B ならば C という論理学です、ね。だから物事を論理的に考えるときに数学の勉強というのが役に立ちます。で、今日は、そのちょっと論理のね、話を通じて、今の、ウイルスのこの政策がちょっとおかしいところがあるよというのを話をさせていただきますが、あまり肩肘張らずに聞いてください。で、論理の勉強するとパラドックス、矛盾ということがあります。矛盾という、そもそもこの言葉、古典の時間に勉強されたかもしれませんが、この言葉の起こりというのをご存知でしょうか。ある中国の商人がいて、この矛、ね、この矛は全ての、盾を通しますって言ってるんですよ。で、同じ商人が、この盾は全ての矛を通さないですよって言ってると。で、ある道端を通った人が、じゃあその何でも通す矛と何でも通さない盾をぶつけたらどうなんですかって言われた時に、グーの音も出なかった、何も言えなかったというところで、論理的に辻褄が合わないことがあることを矛盾というふうに言うんですね。で、これは西洋風に言うとパラドックスって言って、論理学の勉強をするときに数学でよく出る例がこれなんですよ。ある本があって、この本に書いてあることは嘘であるというふうに出だしに書いてあったとします。ね、それで、二通りの解釈ができる。もし本当にこの本に書いてあることが嘘だったとしましょう。そしたら、この出だしに書いてある、この本に書いてあることが嘘であることということ自体は嘘であるから、これの嘘だから、この本に書いてあることに嘘はないということになって、この過程と結果で矛盾が起きます。一方、もし、この本に書いてあることに嘘がない、本当のことしか書いてないとしたら、この本に書いてあることは嘘であるということは本当ですよね。だから、この言葉は本当なんだから、この本に書いてあることが嘘であることになって、この過程と結果で、やっぱり矛盾が起こってしまうと。どっちにしろ矛盾が起こってしまうことを、パラドックス、あるいは矛盾というふうに言います。これはね、数学の世界だったら、ああ、そうか、面白いねで終わるんですけど、これね、今実際の世界で起こってんですよ。私の周りでは幸いいないんですけど、他人にこうマスクを強要する人って、なんか全国のニュース見るといるようなんですね。実際私がもし言われたら、別にその場は穏便に済ませようというふうに、別に争うつもりはないんですけれども、ただ、一応数学的、論理的に考えると、そのマスクしていただけませんかという発言というのは、論理的に破綻してるから、あんまり、頭の中がちょっとバレちゃうから言わない方がいいですよという、数学的に言うとですよ、いう話です。ちょっとただ、あまり、固く考えずに聞いてください。なんでかというのを説明しますね。で、ちょっと、わかりやすくなるかどうかわかりませんけど、ちょっと手で説明します。こっちの、人間だと思って、マスクしてもらえませんかって言ってる人、こっちがマスクしてなくて、マスクしてくださいって言われてる人だと思ってください。ね。で、マスクしていただけませんかって言ってる人って基本マスクしてるじゃないですか。ね。で、言うと。で、なんでこの人がマスクしていただけませんかって言うと、このマスクを してない人の菌が私に入ってきて、感染する。移っちゃうから、ね、あなたの菌吸わないためにもマスクしてくださいって言ってるわけですよ。基本的にね。っていうことは、あなたがマスクをすることで、菌をシャットアウトすると信じてるわけですよ。まずこれが、仮定です。で、あれば、もしマスクは菌をシャットアウトすると信じてるのであれば、あなたしてるでしょうと。ということは、私の入った菌をシャットアウトするんでしょっていうことですよね。それなのに、他人に移さないために、マスクをしてくださいというのは、この人のマスクというのは、菌を通しますって言ってるのと同じですよね。ということは、
まあ、無理やり例えばこの人がマスクつけたとしても、これ菌を通すし、こっちも菌を通すから、マスクは菌を通すと言ってることと変わんないですよね。このマスクしていただけませんかっていう発言だけで。だからここで仮定と結果で、まあ、パラドックス、矛盾が起きてるというわけです。で、今この話、まあちょっと、ああなるほどって、ちょっとまあ、なんかコラムみたいな話になってますけど、これは実際ヨーロッパで、マスクじゃなくてこの注射、今話題の注射の話で起きてるんですね。で、まあ注射した人が、周りの注射してない人に対して、ね、私に菌が移るから早く注射打てって言ってる人が実際いるようなんですよ。でもそれっておかしいですよね。で、なんで注射打つかっていうと、注射打つことによって感染しないって思ってるから注射打ってるんですよね。だったら周りの人が注射打とうが打たまいが感染しないんですよね。だからいいじゃないですか。なのに、注射打てっていうのは、注射打っても感染するかもしれないって言ってるっていうことですよね。っていうことは周りの人も注射打っても感染するかもしれないんですよね。そこでやっぱり、まあ、この注射は打てば感染しないっていうことと結果が、パラドックスが起きてるっていうことですよね。だからまあ、トンチンカンなことが今世の中でこう起きてるんですね。まあ、ちょっと今のは、まあ、なんかちょっとトンチが効いたような話に聞こえるかもしれませんが、最近ちょっと私個人的に感じるのは、なんか数学なんかやって何の役に立つのかなってずっと思ってたんですけど、ここ最近になって、ちょっと論理的な思考をするときにやっぱり数学って役に立つなと。まあだから数学に限らずですけど、何かこう一生懸命にやってれば何か思いがけないところでこう役に立つなというふうにちょっと思ってました。まあちょっと今日は息抜き程度にこう聞いていただければよかったかなというふうに思いますけれども、まあちょっと、なるほどって思っていただければ幸いです。はい、それではさようなら。